プレオブラジェンスキー・エフゲニー・アレクセイビチ、プレオブラジェンスキーは、20世紀ロシアの政治家、ボルシェビキ党員、経済理論家、オリオールで誕生。1901年に15歳で、社会民主学生クラブを組織し、1903年以来、ロシア社会民主主義労働者党のボルシェビキ派のメンバーであった。1904年から5年に、ウラル州の党メンバー、 1909年の秋からイルクーツク州の党メンバー、1917年3月からシタソビエトの代表であった。この間、革命運動によって投獄されることに会。1917から18年に党中央委員会の候補者の一人となる。1918年1月、ボルシェビキのウラル州委員会の候補者となり、国内戦では第三軍政治委員として、 各地を転戦した。1917年から18年、共産主義左派に交流し、ドイツとのブレスト・リトフスク講和に反対した。1918年5月から、ウラル地域委員会の最高会議幹部会の長であり、ニコライ2世とその家族は殺害されるまで、プレオブ・ラジェンスキーの監視下にあった。1919年に、ニコライブ・ハーリンと共同で執筆した。 共産主義の ABC が交換され、1930年代にかけて多くの国で翻訳されている。1920年から1921年に、ニコライ・クレスチンスキー、レオニード・セレブリアーコフと共に、党中央委員会の初期局を組織し、党機関紙プラウダ編集者としても名を連ねている。党内でも過激な戦時共産主義の支持者で、貨幣廃止論者でもあり、当時の プロレタリアート独裁機の紙幣で、我が印刷機会に栄光あれとして、通貨を毀損するソ連のハイパーインフレーションを起こした紙幣印刷機を、ナルコムフィンの機関銃と叩いたことでも有名である。1921年に、戦時共産主義からネップ機に移行するとともに、プレオブラジェンスキーはネップに反対するとともに、トロツキー派の有力な一員と目され、スターリン派によって、組織局、 政治局、中央委員会からも追放される。1923年には、党首流派に反対して、46人宣言が、トロツキーを先頭とする左翼反対派から発表された。この宣言の起草者の一人が、プレオブラジェンスキーだったとされる。こうした、党内構想を背景として1924年から1927年まで、 工業化論争がネップの理論的支持者であるブハーリンとプレオブラジェンスキーの間で展開された。この論争の成果としてまとめられたのが主張新しい経済である。しかしこの著作はスターリン時代のソ連国内では禁書とされている。1927年に党内合同反対派の84人宣言が公表され、この文書に プレオブラジェンスキーも署名し、同じ年にトロツキー、ジノビエフラと共に党から除名された。1928年にはカザフスタン地方の西方でカスピ海近くのウラリスクに追放される。ところが、その直後にスターリンは党内合同反対派の主張していた工業化へ方向転換を行い、1929年から 全面的な農業集団化とクラーク撲滅運動に踏み切る。スターリンの、いわゆる、左旋回を見たプレオブラジェンスキーは、彼自身の理論の正しさを認められたものと考え、スターリン体制を支持することを誓って、復党を許された。しかし1931年に、再び除名され、ついで再度の復党が許されている。彼が、 公の席に姿を見せたのは1934年初めの第17回党大会が最後であり、1936年12月20日に逮捕され、翌年の7月13日、反ソトロツキスト集団の一員として死刑判決を受け、即日処刑された。獄中では拷問による自白や自己批判を拒否したという。1988年には、 死後の復党が許可され、1990年には公式に名誉回復された。その他に中世ヨーロッパの経済に関する著書があるという。ーアル・ファーガソン、マネーの進化史。ありがとうございます。